原作分かりました。青のヤリス、ハイブリッド車かと思ったらガソリン車でした。ガソリン代かかったね。まあこれで行ってみたいと思います。高松でレンタカーを借りて次にやってきたのは徳島県鳴門市と淡路島を結ぶ鳴門大橋。ここは鳴門大橋と渦潮が一望できる鳴門山展望台です。13時20分が満潮時間で、その前後1時間が渦潮タイム。ただいまの時刻が13時50分。なんとか間に合いましたが、どこで見るのが正解なのか分かりません。そういう時は人の流れに乗っちゃいます。バテバテのお父ちゃん、渦潮を見るのにこの場所は正解なのか、とても疑問に思うお父ちゃん。かといって引き返す時間はない。不安的中ここじゃないね。でも時間がありません。行くとこまで行っちゃえ。ということでさらに上の展望台へ急げ。レッツゴー。上にも展望台。展望台がありましたよ。お父ちゃん顔が死にかけています。さあ展望台に到着しました。その展望台から見る景色がこちら。渦を巻いているようには見えませんが、橋の両脇が渦潮発生ポイント。白く波が立っているのが確認できます。ここからだと渦の確認はできませんが、あれが渦潮だと信じたいです。でもここから見る景色は最高ですね。この景色に全員が引き込まれています。360度カメラで撮影したのでこんな映像も楽しいよね。したボケをかます。大気渦潮に限ればここじゃなかったが、これはこれでありですね。車に戻ろうと思ったら鳴門大橋を徒歩で渡る。遊歩道、遊漁を見つけたので行ってみました。最初にここに来れば真上から渦潮が見れたのにね。コウタとママは別ポイントへ移動しました。お父ちゃんと待機って行ってきます。
風が吹き抜ける設計なのでめっちゃ風が強いです。この遊歩道どこまで続いているんだろう。ところどころこうしてガラス張りになっており、橋の下が覗けます。ここにもありました。すごいね。ここからの景色もめっちゃ良いですね。何かを発見したお父ちゃん。海の中に黒い影を見つけましたが、カメ？さあ、車で鳴門大橋を渡って淡路島へ移動します。淡路島が見えてきました。兵庫県に入りました。旅はまだまだ続きます。